え、危ないわそれ。始まりました J6 の突撃朝ヤモン。始まった、始まりました。いやもう本番直前のざわつきがすごい。いやいや、クールにやってました。はい、はい、はい、いや、はい、じゃない。はい、はい、はい。はい、というわけで、今月も始まりました、うん、J6 の突撃朝ヤモンでございますけれども、はい、この番組は私たちこの6人がですね、はいはい、いろんな実験をやっていこうという、うん、なるほど。もうなんか、そうです。そうね、それでいいですか。そうですね、はい、そうです。そうしましょう。そうしましょう。そういうことでいいですか。ホームページにはいろいろな世の中の事象を実験していくみたいな。その実験という縛りにね。あ、こんばんは、こんばんは、松下かえれ、ありがとうございます。おまちゃん、おまちゃん、みんなよ。ありがとうございます。おまちゃんかい。かえれ。好きだな、俺のこと。かえれ。帰らないよ。おまちゃんしかツイートしないよ。前回からね、コメント見られるようになったんで。そうなんですよね。いや、楽しみ増えましたけど。今日もちょっと頑張っていきたいと思います。はい、じゃあそんな J6 をまずは自己紹介からやっていきましょう。よっしゃー。まずは僕らペッパーボーイズの前田和俊と石本翔輝です。どうもよろしくお願いします。お見えてお鍋なんですよ。いや、そうです。それ僕の役割です。なんでびっくりした。それ僕言うから。逆端からいきなり飛んできた紹介。それ僕が言わ、僕の立ち位置なくなるからやめてください。ウサギ飼ってますよ。いや僕の役割だよ。前の役割だ。今すげえで、うなずいてると思ったらそのタイミング測ってたんか。ウサギの、あの僕お鍋の後弱いから、大縄跳びに入る勢いでやってました。はい、これで間合い取ってたね。はい、間合い取ってました。はい、ありがとうございます。お鍋とウサギ好きです。よろしくお願いします。はい、じゃあどうぞ。あ、そっちから。はい、こっち、うちらは、マジで。いやいやいや。え、ギャル、え、みその、みその、みその、ギャル、そんな、うち、あと、ギャルイコールみそのも意味わかんないし。いや、うち、まちぐりマフィンです。お願いします。お願いします。え、かわいい。でもうちらはってこと。うちらはいいね、今のもいいね。今いいね。いやいや、いいかって言ったでしょ。合わせないで。いや、コメントでね、今回もバタバタしてますなって来てますんで。毎回ね、シュッと決まったこと。沖縄の言い方。じゃあシュッといきましょう。はい、シュッといきましょう。ちょっと締めてください。お願いします。僕ら百楽門の松下と中澤です。そう。いや、あの、じゃあ前田君説明して、なんかおかしい。いや、毎回ね、楽楽門さんの自己紹介は、うん、今ちょっと中澤さん笑っちゃいましたけど、はいはいはい、まあ、っていうのも松下さんがなんかグラグラと、そう、コメントでも普通だって来てましたけど、ね、本来は、はい、なんか長くなんか前工場みたいなの述べて、そうですね、松下でーすみたいな、なんかすげえでけえ声で挨拶するみたいなのがお決まりだったじゃないですか。まあ、なるほどね。まあ一回でも。どうしたの、心折れたんですか。いや、ちょっとやっぱ反省して、お、まあ 言っても半年ぐらいこれやってるわけね。先月やってないけど、うんうん、ちなみにでも見てない人いるんで、どういう感じでしたっけ。どうもー、百楽門の松下が今日も北千住にやってきましたよ。イギリス生まれのイギリス育ち、ボケまくって頑張っていきますよ。どうもー、松下でーす。嘘じゃん。でも上手。拍手じゃない。いや、面白い。いや、もう面白くない。すいません、面白い。あの、松下やっぱり帰れ。おい、おまちゃん、おまちゃんかい。おまちゃん、おまちゃんではない。帰れ。まあちょっとなんか今日はちょっとタイミング逃しちゃって。あったあった。しっかりあった。ちょっとやるのがあれだったんで、ちょっと普通に流しちゃったんですけど。あ、そうですか。はい、いやいやいや、まあ、まあ次回はじゃあなんかね。なんかやってみますか。見れること期待して。次回は。あと中澤さんなんか車に構えないでもらっていいですか。いや、あのね、うん、俺車に噛まないと笑い。車に噛まない。車に噛まない。突然の無茶ぶりに車に噛むんですか。車に噛ま。車に噛ま。車に噛まみたいな。ちょっとあの今日口の調子が。可愛い。あ、可愛いメンバー。みんな可愛い顔してる。可愛いメンバーで。全然可愛くない。でもボスが静かだと寂しいって。ああ、なるほど。ちょっとテンション上げて。いや、上げていきましょうよ。いや、ボスってどっちだっけ。ボスは、ボスです。ボスはこっち。の手下が僕ら。そうだ。もう最近あの手下が力持ちすぎて、横からわわわめき立てるもんで、ボスがどんどん真ん中で縮まってるから。うるせえ。クロサイドの手下うるせえ。クロサイドの手下。うるせえわ。ごめん、じゃあごめんなさい。ごめんなさいじゃないよ。謝るじゃないよ。
謝るなよ。はい、よし、行こう行こう行こう。え、なんで？行こう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 。じゃあ行きましょうかね。はい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 。は、はい、送るんすか。え、いや、そんなことないよ。だって気合入ってるでしょ、みんな。はい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 ぐらい言うでしょ。確かにそうですよね。さあ、前田さんお願いします。手下、手下よ。じゃあこれ、こういうの怒られてますから、先輩たち。そう、いろいろね、あの、この番組反響ありますから。別にね、見てくれてるんですよ。いや、ありがたいね。ありがとうございます、本当にね。最初のコーナー参りましょう。行きましょう。前田君、行ってもらっていいですか。最初のコーナー行くんすか。最初なんか緊急発表コーナーじゃない。それコーナーだったの。緊急発表しましょう。それ、仕切り直して緊急発表のコーナー。緊急、ありがたい。だから企画自体は、うん、ペッパーボーイズ、はい、今日ペッパーの日、ペッパー、今日ペッパーです。そうですね。まあ、いろいろと石本くんがやりたい企画考えてくれたんですけど、うん、まあ、ある企画がね、結構僕らの中でちょっと盛り上がっちゃって、本来2本やってたじゃないですか、先月とかもね。宿題があった。そう、宿題と本企画みたいな、うん、それがこの宿題企画なくても、うん、こう結構ボリューミーになるんじゃねえかみたいな感じになっちゃったんで、うんうん、今回はちょっと近況報告ということで、うん、なるほどね。ここ1ヶ月ちょっといろいろありましたから、はい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 、はい、ちょっとトークのコーナー設けようかなと。ああ、なるほど。じゃあ、はい、まあ、やったことないからね、トークのコーナー ね。まあ、いろいろ僕ツイッターで皆さんの近況知ってます。知ってますよね。ツイッターストーカーですからね、石本さん。ツイッターも本当に見るから。本当にストーカー、うん、昔のことまで探りで、探り探りで。あ、それはでもちゃんと勉強して、いろんなキーワードで調べてます。例えば、だから、いや、何の勉強なの。真面目にマフィンネタ、真面目なマフィン漫才、真面目なマフィン新しい波、うん、新しい、まあ、真面目なマフィン555453って全部書いてます。何なんだよ。いや、多分本当どのファンよりも調べてくれてるからね。だから、たまに俺らが覚えてないことも本当に。そうそうそう。ああ、そうそうそう、めちゃくちゃ怖いんだ。あと一番怖いのが、あの、個人で LINE してるときに、個人 LINE、うんうん、石本にしかつぶやけないものを縮小して、今千葉県こう言ってましたってツイッターで上げるんですよ。あれやめて、あれやめて、怖いから。本当にやばいやつは載せてないよ。マジで怖い。怖い？ごめんね。謝るだけ。そうだよ、もうどんどん LINE 友達減ってくる。まあね、昔ほども僕 LINE 返せなくなったし、ちゃんと。いや、なんだよそれ。そうですね。そうです。じゃあ、あの、来月、先月の、じゃあ、あの、皆さんの日程ちゃんと調べてますんで、うん、何があったかまず振り返っていきたいな。マネージャー、スケジュール管理。マネージャーですか。すごいいいマネージャーでもあれじゃないですか、このメンバー共通した話題といえば、うん、やっぱ千葉県の単独ライブ。あ、そうね、ありましたね。ありましたね。すごかったね、あれ。反響がやっぱりすごかったから。すごかった、あれは。、うん、ね、意外とお客さん入ってきて、うん、ね、よかった。まさかのね、そう、あの、真面目にマフィンの単独ライブではなくね。そうそうそう、千葉県の千葉県だけ、うん、まずどういう経緯だったの、あれ。あ、俺よく知らないんだけど、知らない、ね、なんかもう俺知らないと、もう完全にやることになってて、どっちが話します。僕が話します。じゃあ、長谷さん、あなたすごい盛るんで。そうね、下手なこと言われたくないからね、はいはい、あの、まずオルティナスタジオっていう場所で、いつもあのラブリーという、はい、ユニットライブをやってる場所があるんですけど、はいはいはい、そこなんかオフィスの一角を、なまあ、スタジオ化して、スタジオ化してやってるんですけど、まあ、そこの社長がですね、もともと工事現場の社長でして、はい、建築会社、はい、建築会社で、僕はあのちょっとあのアルバイト探してる時に、うん、千葉県やんないかみたいな、うんうん、はい、現場の、はい、うん、で話していろいろ話聞いたんですよ、あの面接の時に。なんか違うなと思いまして。まあまあ、でもバイトのね、はい、バイトの面接自体よくあると思った、はい、違いまして、はいはい、なんか違うなと思ったんですけど、うんうん、まあ、断ったんで。じゃあ断ったわけね。じゃあちょっと僕はやめときます。もう入りたい日程決まったら日程送ってって言われたんですけど、うん、僕それ2ヶ月送らなかったんですよ。最悪じゃん、社長さんに。最悪じゃん。あ、分かりましたって言って2ヶ月送らなかったんです。それ大激怒しました。あ、そうそう、だろうよ、はい、断るなら断りの連絡入れろよ、どっちなんだってなるよね、はい、はい、で、それでまあ話巡って、うん、じゃあ許す、うんうん、社長がね、その代わり単独ライブやれ、うん、それを言われて。俺のスタジオで単独ライブ、はい、俺のスタジオで単独ライブやれ、こんなことあります。ありがたい、いや、ありがたい、いや、芸人としてはね、芸人としてはありがたいですけど、コメントでもね、バックレよりひどい、最低だって来てますから。いや、そうなのに許してくれて、そうそうそう、ね、ライブやらせてくれる機会もらったんだから。そう、はい、まあ、それを経て、まあ、罰ゲームでも何でもない、それを経て、
ちょっとやったんだ。やるってことなんだ。7月1日にね。7月1日。今のところ一切間違ってない情報が。間違ってない。間違ってない。全部把握してる。すごいな。大丈夫です。石本スポーツがちゃんと把握してます。石本スポーツ。怖え。はい、じゃあどうぞ。単独ライブのね、いや尺がすごくて。いや、すごかった、ね。そう、普通ね、単独ライブってね、やっぱり、うん、そのピンの人でも、うん、1時間半とか2時間とかやる人もいっぱいいるじゃないですか。うん、千葉系のね、もう。気持ちは1時間だったんですよ、うん、設定上といいますか、その、はいはいはい、僕のタイムスケジュール上では1時間、うんうん、しっかりと。で、7時半にスタートして、はい、8時に終わりましたね。まさか30分。あの、ちょうどよかったですけどね。ちょうどよかったね。なんと、まあ、僕は2時から入ったんですけど、スタジオに、うん、で、その1時間後の、まあ、3時ぐらいから、うん、普段浅い客の作家さんやってる方、そうそうそう、はい、もうライブでも音響やってくれる人が、うん、とみっちりスケジュール組んで、この時間からスタートして1時間をしっかりやりましょう、うん、いざ本番30分、うん、はい、終了、はい、エンディングって言った時が一番盛り上がりましたね。短すぎる。1時間分は用意はしてたってことね。気持ちはサザエさんぐらい。サザエさんの尺だ。気持ちは気持ちとかじゃなくて準備自体は、準備自体は1時間分の準備はしてたってこと。いやね、まあしてねえのか。48分です。1時間でもないんだ。まあでも確かに大幅に、僕紙見せてもらったんですけど、そのバータリ表みたいな、ちゃんと48とは書いてありました。48だった。分刻みきっちり。ネタやるのは普通単独ってなんか長尺のネタができるのは売りじゃないですか。長めのネタができる。普段やらないやつだからね。こいつ1分半とかなんですよ。1分半を3個。まあね、R1 には R1 対策だもんね。しかも準備不足がやっぱ1ヶ月前に単独やりましょうって決まって、うん、まあ1ヶ月あればこういろいろまあ準備しようと思えば、うん、単独やる人にとっては、まあ、短いかもしれないけど、うんうん、まあ準備できるじゃないですか、うん、で千葉県もまあいろいろこう映像作ったりとかして準備してたみたいですけど、うん、なんかその小道具とか使いたいと、うん、で千葉県も余裕を持って、うん、本番5日前にアマゾンで注文したんだよって言われたんです僕、うん、いやまず余裕持ってないじゃん。そう超ギリギリ。1ヶ月ってなんで5日前に小道具注文して、しかも、うん、次の日に届く、おうおう、翌日発送に注文したのにまだ届かないんで5日経ってもって言われて、おうおう、いや翌日発送は翌日に業者が発送するだけで届くのはその後だよ。ミスったってとんでもない。あ、もうシステム分かった。翌日到着かと思ったんですよ。違うわ、発送されるだけだ。早えなと思って、うん、で届いてないんだ。いや届かなくて、間に合わない。なんか剣道みたいな、ね、ネタがあったネタでね、剣道あったね。そうしないよ。そう、本当はしないと道着みたいなのを頼んで届いたのを着る予定だったけど、あ、まあもちろん届いてないから、うん、最初に剣道着と竹刀を持っているイメージで見てください。そんな単独ねえだろ。みんなで保管してね。で出てきて白シャツだからね、ただの、まあ、で終わった後に竹刀が届く。竹刀が届きました。あ、届いたんだ。届きました。おめでとう。エプロンもおめでとうございます。いらんね。さあ7000円今から払わないといけない。僕からもクレームいいですか？あ、石本から。僕らそれぞれメンバーで音響やら何やら担当したんですよ。前田君は、ね、僕はチラシ作って、松田さんは客引きと、まあ、受付やって、いや客引きでって思いましたけど、はい、皆さん、ね、で中澤さんはもうお客さんか。そう、俺はお客さんで見に、ね、桜にぎやかし。僕音響を、まあ、頼まれたっていうか、その場のお酒のノリでその場で言ったんですけど、まあ前日まで入り時間何も言われなかったんですよ。ああ言われない。単独ライブで、あ、え、前日まで何も動いてないのかなと思って怖かったんですけど、うん、まあウルテナさんにも聞いて大丈夫だよって、うん、で当日の朝に、うん、石本、あ、僕は聞いたんですよ、千葉県に。そしたら18時入りでいいよって言って、うん、単独の1時間前に本番いろいろ準備整ってるから、ね、でも簡単な音響なのかなと思って、うん、全部、まあ、安心してたんですよ、明天暗転ぐらい、うん、で実際に会場18時に、まあ、行ったら、うん、まあ、松井さんも一緒に行動してましたけど、ね、まず17時半ぐらいに、うん、ちょっと石本早く来てもらっていいっていう謎のツイートがあったね。ラーメン食べてんのこっちは、ね、で急いで行ったら焦りました、はい、やばいっす音響が。知ってると思うんですけど、うん、まず1本目のネタの時の音響は、うん、携帯から流してで音響機器が揃ってないんで全部つなぎ替えないといけないんですよ、うん、で2本目はマンマミーヤ流してみたいな。マンマミーヤ、マンマミーヤ
で名店暗転もしないといけないし、で映像も名店暗転まで結構ねリアルにして、ね、でアタックミュージックを用意してる、全部そうそうそう全部すべてね、そうそう、で知念がたまたまアドバイスしてくれたけどCD ないからダウンロードしていいみたいな。で本番ぐっちゃぐちゃなっちゃった。何の準備もね。って見たじゃないですか。まあね、だから一応リアクションとしては持っとっといた方がいいじゃん。携帯で音楽流して、それ消して3秒後に次の別の音楽を流さないといけないというカツカツの、うん、結構音使うんだよ。音ばっかなと思ったんですよ、ね。石本テンパりすぎて1本目のネタで落ちる直前に暗転するっていう、落ちずに暗転する。あ、まあそれはあったか。一本目は違う、あの切っちゃいけないところで切って、あの落ちが、落ちにたどり着かないで自分が、はい、あれあれ音響さんって言っちゃいました、はい、つい言っちゃいました、はい、C3PO が出てくるってところで出てこなくて全然 C3PO 出てこなくて、そうだそうだ、二本目はきっちり手前で安定した、手前で安定したんだ、いやただでさえハプニングを起こす石本を本番1時間前に準備させちゃまずいって、ね、てかプロに任せた方がいいのすいません、そうプロでも間違っても何とも言えないぐらいのねタイミングになってる、ブチ切れるよね、だし音響はまあ石本で同期だからいいけど、うん、これ問題があのブルーザーの井上さん浅井角のね、はいはいはい、もう10年もいかないけど、まあ、何年も上の先輩、はい、うん、まあ普通見に来てくださいよだったらわかるじゃないですか、うん、でまあノリでね井上さんもそのこの単独が決まった時に一緒にいたから、うん、井上さん前説やってくださいよとか言ってたら、うん、いやスケジュール空いてるからいいよとか言ってくれて、うん、あじゃあ前説でってノリで決定したんだけども、うん、本番がもう前説どころじゃなく千葉県が幕まで着替える間毎回出されて全部繋いでくる今のネタ良かったですよねだもう多分30分の間で千葉県よりも井上さんの方が舞台上がってた、上がってた上がってた、うん、上がってた、めっちゃ上がってた、20分ぐらいいたもん、そう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 、しかもあの酒飲みながらね、うん、っていう、まあ、そういう趣旨の単独だったから、そうそう酒飲みながら来てくださいっていうね、そう井上さんももういつものラブリーの前説とかやってくれますけど、うん、それよりも酒がもう回ってるから、うん、どんどん饒舌で楽しくなってめちゃめちゃ盛り上げてくれるんだよ、あと真っ赤っかでしょ、顔真っ赤、顔真っ赤かでいいお客さんですねって言いながらね、そう飲みながら中華飲みながらね、まあでも楽しかったそう、ただ楽しかった、ね、社長さんは大絶賛してました、あ俺と社長さん、スタジオの社長さん、本当の真剣な顔で、うん、あの1本目の剣道のネタ、うん、あまあ簡単に言うと剣道の試合で、試合で、うん、対戦相手が、対戦相手がダース・ベイダー、うんうん、で、そのライトセーバー使って太刀打ちできないだろう、太刀打ちできない、おい審判止めろよって言ったら審判が C3PO ってやつだったんですけど、うん、全然審判あの C3PO 出てこないいや、まあ、それはおい審判おい音響さん音響さんって言っちゃう、そのネタを、うん、マジで真剣な顔で R1 決勝いけるって言ってもう浮かれてんな、出た方がいいんじゃん、そうだろう、いやでも本当にこの設定は度肝を抜いたんだよ、社長いやあると思います、お笑い好きだって言ってもそういやだってラブリーもだってやらせてもらってるじゃないですか、なのに千葉県の単独が良かったな毎回なんならリアクション石本の反応が良くないって言って、あれあんなに否定するなって、あんだけ面白いネタやったんだから普通はすごいね千葉県って言ってあげるべきだろうちょっと怒られたの、ちょっと怒られたのえ？結局ベタ惚れなんか、そう大好き大好きなの千葉県が大好きなんだ、うん、そう、あそれであと急遽来てくれたお客さんもいたじゃん、ああそうですね、あの呼び込みで来てくれた、ね、そうそうそう、いやそれもあの大体こう芸人さんメインでお客さん入ってくれて、うん、まあ結構満席になってね盛り上がったんですけど、うん、まあ松下さんがちょっと下で客引きなんてやってたから、まあまあまあね、僕もちらっとあとあの飲みながらこう見たかったから、うん、最後もう始まる 2,3 分前に、うん、僕も下ちょっと降りていこうかなと思ったら、うん、その入り口の看板のところにおじさんがこうスーッと通ってて、うん、でこうなんかもう一回戻ってきて、なんかライブやるの？ちょっとおねっぽい感じだおじさんから来たんですね、そうおじさんから何のライブって来て、で見た目は普通のおじさんだから、うん、まあ場所が新宿2丁目なんですけど、うん、あそういう人かなと思って、うん、でまあまあでも来てくれたらいいかなと思って、うん、あ、ライブやるんですよ、つって、うん、何時からとかって、あ、もうあともう少しで始まるんですよそう、で、あの、無料なんですよ、うん、で、お酒持ってきてくれるか、今もう飲まれてたら、あの、タダになるんで、え、飲まれてます、飲んでないと思うとかって言われて、もう飲んでる、そう、もう飲んでるもう飲んでんだ、あ、飲まれてたらそのまま入ってください、え、でも何時までとか、すげえ聞いてくるから、うん、
あ、でも多分9時までにはまさか30分で終わると思う僕は。そう、いやでも多分多めに見てね。そう、9時までには終わります。あ、9時までに終わるんだ、うん、合格って謎の合格やった合格もらった合格もらったと思ってもらった。で、今日 あなた出るのって言われて、うん、いや僕は出ないんですけど、こいつがってチラシ見して、うん、こいつがあの単独一人でやります、うん、僕ちょっとお手伝いしてるんですって、うん、あ、じゃあ行くとはっつって、じゃあお酒買ってくるねっつって、その人実際来てくれてね、来てくれた。そう、目の前でめちゃめちゃいいリアクションしながら見てくれたじゃん。一番もう助かりました、ね、ちょっと僕も、はい、まあ、千葉県の単独だからどうにでもなると思って、うん、ちょっとぐらいほらちょっとやばいお客さんとかもいるじゃん、まあね、結構あの冷やかしじゃないけど、はいはいはい、すごいテンションで来る人とか、うん、でもまあ話の種になるかなぐらいの勢いで入れたら、うん、まあ一番いいお客さんだ。一番良かった、すごい良かった、あのお客さん、ね、純粋に楽しい。そうそう、お笑いが好きっていう、そもそももう満席だったからね、うん、千葉県の単独、うん、だって千葉県最初映像から飛び出てくるみたいな感じだったから、はいはい、あの、ね、急遽来てくれたお客さん、こう1,2,3 みたいなこう映像が始まるスタートある、ジャッキーチェーンのやつだって。おめっちゃ映画も好きだし、お笑いも気づいてくれたんですね。ジャッキーチェーンのやつだった。そう、ジャッキーチェーンの最初のやつ。最初の。あ、そうなんだ。そっからあれに別の映画に変わるんだよね。マトリックスのやつ。あ、そうなんだ。一番本気で楽しんでくれててね。でも最初前説で井上さんが芸人さん好きな芸人さん誰ですかって聞いたときに、あ、爆笑問題ですって言われたときに終わったと思って真逆や。あ、爆笑問題とナイツさん、あ、終わってるよ。真逆真逆。今から出てくるやつ全然違う。僕袖口で震えてましたから。やばい、終わった。一切時事切らないもん、ね、知らないし、知らないし、酒飲んでるしナイツ好きだし絶対怖いわと思って、なのに一人だけ手叩いて終わりましたね。よかった、すごいね。で、その後も30分で終わったもんだからなんか満腹になりきれなかったのか、なんかネタ見たいみたいな空気になっちゃったじゃん。なりましたね。そう、で、その時に僕が声かけたから、でその時帽子かぶって、うん、ハットかぶってて、うん、あそこのハットかぶってる方のネタ見たいなみたいな、うんうん、言われたら覚えてる？覚えてないな。言われたのよ。へー、みんなお客さんの前で、うん、で僕はなんか、まあ、こういう話芸人も多いし、うん、適当になんかちょっと喋って終わろうかなと思って、うん、石本はもう一生懸命音響なんか直したから、うんうん、あの石本っつって今なんかネタやってとかって言われてるけどって冗談っぽく言ったら、石本は、うん、マジでやんないっす、めっちゃ切れたこれ、こうなと思って、あ、井上さんも後々引いてたから、え、やんないっすよ、マジでみたいな、なんか バッテみたいな、そうそう、え、ナイスナイスみたいな、もうそれまでお酒飲んで、あ、次の日の仕事すべて嫌なの忘れられるって言ってたその人が、石本が絶対やんないっすからって言った瞬間真顔になっちゃった。で、気ぃ利かして1年間じゃあ2人でやりますよって真面目に回りやりました、やりました。あ、そういう流れだったの。僕もあれは戦慄したよ、パニックになってて、で、ネタやってって言うからやらないでしょ、そう感じ悪いな、感じ悪い、感じ悪い。井上さんがその後一緒に飲んだ時にすげえ言ってたら、あいつマジでやべえなって。あ、本当にあれはびっくりしたわっつって、まあ、知らんけどね。だって千葉県の単独だから。いや、そうだよ。でもあのおじさん、うん、あれなんですよね、その何、え、それは触れなくていいよ。いいよ、わかりました。あ、それが、千葉県の話で、まあね、まだ話せるなら僕まだいっぱい情報ありますけど、百六門さんは、はい、最近の日程だと、あ、わかりました。何、キングオブコント1回戦、おお、終わった後まず寿司行くのどうでしょう。しかもめちゃくちゃ上等、もう結果発表前、結構極上なお寿司。マジで、いや、あれ良くないですよ、あれ回ってない、回ってない寿司、回ってないです、うわ、うわ、手応えあったんだ。ちなみに花椒さんかな、誰かはネタの反省会をしてますみたいな話のツイートしてて、その次に百六門さん寿司食べてみます。あー、なんであいつと思って。で、結果はどうだったんですか。いや、落ちたよ。あれは良くない。普通に落ちたわ。まだ寿司食ってる時は知らないから。めちゃめちゃ美味しい。あー、うまいって言ったな。言ったな。寿司職人の人もいい職人だったし。寿司と思って、それは引っかかっちゃってどうしよう。でもあれはもうビスケットさんが良くないよね。そうなんですか。逆に、あの、うん、同じグループで出てた。あ、はい、そうそう、同じグループで同じ時間帯だったから。そうそう、で、ちょうど終わって、で、どうでしたみたいな話聞いたら、うん、ちょっと反応良かった。あら、変なことあったんだ。ビスケットさんから反応よかったみたいな感じだったんですね。で、なんか松下は松下で、これあるかもしれないですねみたいな。でもなんか喫煙所にあの、はい、塩崎さんと二人で言いながら、もう、はい、これ来ましたねみたいな感じで、そういう気持ちは高ぶってたんですね。まあ一応ね、前に真面目にマインがおごってもらってじゃん。寿司おごってもらってて、ちょっとストップです。番組が止まりました。え、番組止まったって。
番組が止まりました。更新するんだね。更新 しました。更新これ、あ、これもまあ流れてる、勝手に更新する、うん、あるとそう。だから前に寿司を奢ってもらってて、で、まあ俺らもなんかちょっといい気分だったから、うん、じゃあこのままちょっと寿司行きませんみたいな話して、あ、はい、その前例もあったしね、俺らも寿司食いてえから行きましょうって言って、でまあビスケットだと、いやそんなね、もうやだよみたいな、うん、じゃあ駅行って寿司あったら行こうみたいな、そうまあ、うん、もちろん幕張のあんなとこ店ほとんど少ないから、うん、まあないだろうと思って、あのいや行きましょうって言ったら、うん、実際駅行ったら寿司屋があって、うん、はい、2軒ぐらいあった2軒ぐらいあって寿司屋、うん、選べるほど選べるほどの、うん、だからもう結局その話の流れで、うん、あの俺らはちょっとやっぱ反省会したかったんだけど、遅いよ、遅いよ、遅いよ、じゃあ座りなさいよ、言わなきゃよかったな、その寿司屋あったら行きましょうみたいなね。確かにな、俺反省会したかったもんな、どっちかって言うのな。それはもう完全にビスケットさんがね、いやビスケットさん、ビスケットさんはもう行ってますよね、うん、ってことはもう1回戦行ってますよね、ビスケットさんは落ちたよ落ちたか、ビスケット兄さん落ちて、寿司に落ちたよ、寿司に、寿司おごって落ちたらしんどいっすよじゃあ、あの2人、うん、あ、2組、うん、あのネタの鮮度が悪かったっていうことですね。おお、ね、いや、何食ったの、寿司だけにネタのチョイスが悪かった、ね、あら、あー、いいですね、それもいいですねどっちもアウト変わんねえわとりあえずあれは引っかかったり、やっぱあのそういうあの合格不合格系の後に寿司を食うのは良くない、良くないね、決まってからだよね、決まって乗せたったらね、そんなにこそっと食って、こそっと食ってこそっと帰るぐらいがちょうどいい乗せちゃダメ、恥ずかしい、うん、恥ずかしいもん、ね、落ちてたら恥ずかしい、すげえ恥ずかしいから千葉県単独で腕上げたかって来ましたけど、今上げましたよ、寿司の話です、ね、ハードル低くなってありがとうございます上がりましたよこんなんでいいんですねどんどんうまい、どんどんうまいこと言いますよ、甘んじるなえ、ね、甘んじるうわキモ甘んじるなだろ、ああ、いや、やめてって言ってる方が今やばいからね、今のやばい、拾った人だよ、甘んじるはダメよ、拾ったら誰、甘んじる十字でもダメよ、いや、知念アマンの甘んじるブシャー、知念アマンの甘んじるブシャー、待って、ごめんなさい、今真面目にマジやってるから、普通の人はこのみんなの話が分かってないから、分かってない、甘んじる、まあ僕はアマンって言うけど、アマンの汁ではないです、アマンの汁、アマンの汁ですか、アマンの汁の話はしてないです、前でいちいち拾うな、はい、今のお前らが拾ったんだ僕は普通に言ったのに、じゃあそういうわけで近況、もうペッパーはない、まあ時間も時間か、まあまあ時間もいいですか、はい、じゃあ僕がタイトルコールして、俺の主役やからそれ、マイクをポンとするな、暴れるな、暴れるな、ごめんなさい、じゃあ僕の、僕らペッパーボーイズの今回、今月は僕らの企画、うん、というわけで、はいはい、じゃあ前田くん題名お願いします、お前が言うじゃないかあんま覚えてる、はい、今回の企画はツイートをバズらせようよっよいしょあもういいやはい、バズるってどういう意味なの、そうそう、じゃあ前田くん一番いいコテコテなパスありがとうございます皆さんの疑問をありがとう、アイドルみたいに、じゃあ前田さんお願いします、バルスなら分かるんですけどね、はい大丈夫です、はいじゃあ、バズる説明できますか、あむずいか、前田むずくはない、バズるっていうのはだから今ね、はい、SNS Twitter とか Facebook とかいろいろありますけど、その SNS で、うん、例えばつぶやきが拡散される、うん、多くの人たちにこう拡散されて広まっていくっていう話題になるっていうことをバズるっていうんですけど、はい、まあ、だから僕ら芸人だし、こういろんなツイッターとかのね発言がやっぱ拡散されて話題に上がったら、うんうん、まあ、そうきっかけで知ってもらえるきっかけにもなるんで、うん、まあね、はい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 、ちなみに、うん、真面目にマフィンじゃなくてごめんなさい、みやぞんさんの、うん、おはようございますが2000万ツイート、2000万ツイート2000万だよやばいだろ、1万ツイート2000いいね、もう1万が弱くなんだよお前のせいだなんなんだよ、すごいけどね、だおはようだけでね、 あと最近流行ったのが、あの犬を引っ張ってる写真、わかります、あがるがる、こうやって可愛くして散歩に行きたくない犬の写真、あれフォロワー100ぐらいの人だったんですけど、5万リツイート、5万、フォロワー数関係ないんだ、5でそういうアカウントっていやらしいですけど、うん、お金が入ります、マジいくら入るんですか、宣伝にちゃんと広告貼るので1
回リツイートで1円みたいな感じだったマジ、それでもすごいもらえるじゃん、うん、えげつないですよ、そういう売れ方もあるっす、わかります、だそういう使い方もあるし、なるほどね、だからやっぱバズらせるっていうのはこう名前を広めるのにも、まあ変な話お金稼ぎ的な、うん、そういう口副業にもなり得ると、なるほどね、まあなんでまあ僕らどちらかというとね、でも名をこう広めていくみたいなところがありますから、まあそりゃそうだよね、若手芸人、そこで今回は、まあ意図的に皆さんでどんなツイートがバズるのかっていう研究も兼ねて、よいしょ、金稼ぐぞ、誰がいい、違う違う違う、売れるぞ、出てます、売れて、うん、金稼ぐぞ、この中で誰が一番バズるツイートができるかというのを、はい、もう実験しております、なるほど、今からそれ結果発表、うん、みんなどんなツイートをしてどれだけバズったかっていうのをここで発表していきたいと思います、はい、はい、ちなみにルール説明させてもらっていいですか、はい、ツイートに必ずハッシュタグで J6 突撃朝井ラボをつけてます、皆さん、はい、そうですね、はい、でメンバーはメンバーの各々ツイートをリツイートしてるからフォロワーの差は全く関係ない、うん、面白かったら伸びる、うん、をで皆さんリツイートしてますね、うん、はい、ツイートしてます、しました、これいらなかったしし、いや綺麗な説明できるんじゃないですか、読んでるからびっくりしました、はい、というわけでじゃあ、誰からいきますかね、じゃあ僕が本当で、皆さん21時以降は皆さんツイッター開いてないですね、見てないです、今どうなってるか知らない、で、分かんないです、1位からドベまで決めるんですけど、うん、これはいいねの数足すリツイートの数の合計で争い、なるほど、はい、それはメンバーのリツイートのやつを入れる、うん、入れていいです、もうそれ入れても同じ数だし、確かに入れても同じ、はい、じゃあそれでドベは罰ゲームがあります、わ、はい、かりました、じゃあまずは前田さん、あ、僕から誰からいいですかね、まあじゃあ僕からいきますか、前田さんからお願いします、はい、じゃあ僕が今回、バズらせることを狙ってツイートしたのがこちらのツイートでーす、お願いします、はい、でで、なりすまし、ここまで増えたら人気者、さすがステさん、タグ付けトラップがすごい、アラスカ T シャツ革、見えますかね皆様っていう、朝明日はごめんなさい、カメラが寄ります、はい、告知も兼ねてます、明日は J6 を突撃朝井ラボ、明後日は牧野捨ててこの地獄絵図を楽しみにっていう、うん、いやうまいなぁ、うまいわ、え、これ何のいるんだ、これがね、あの、そういや、びっくりした、これ本当に、うん、僕いつ言おうかって思ってたステさんの衝撃事実なんですけど、うん、あの、なりすましとかって結構あるじゃないですか、はいはいはい、で、一時期、あの朝一角だと岩井ジョニオさんの、あったなりすましが、うん、そう、始めましたってつぶやいて、うん、みんな間違えてフォローしちゃったみたいな、うんうん、っていう、その一人だけでも結構なことになったのに、そうだわ、ステさんをタグ付けしようとしたら30人ぐらい出てくるんですよ、牧野捨ててこが、で、ここだけの話、それ知らない捨ててこさん開いてみたら、大体あのエッチなことつぶやくアカウントだって、そうだよね、だからもういじられてんすよ、捨てさんは、すげーなー、知らない人に名前使われて、この、で、だから捨てさん知ってるからっていうのもあるのかもしれないけど、うん、これめちゃめちゃ面白いなと思って、いや、これ面白いっすよ、で、なりすましハッシュタグっていうこのハッシュタグで結構やっぱなりすましのことつぶやいてる人いたから、うん、これつけたら効果的かなっていうのと、ね、あと、やっぱ捨てさんを選んだのにはちょっと理由がありまして、うん、はい、僕もっと先月か今月頭ぐらいに、うん、ステさんのことでつぶやいて結構自分の中でめちゃめちゃバズったツイートがあったんですよ、まあ、って言ってもレベル低いですけど、うん、そのツイートがこれで、うん、あの、話題のアプリですら加工が通じない人を見つけてしまいました、どれもほぼ変わらずむしろオリジナルを見失うっていう、うん、あの、うん、顔がね、いろんなあのおじさんみたいな顔になったり、はい、子供みたいな顔になったり、そうそう、はい、っていうやつをステさんでやったらどれも同じだった全部一緒、そう、全部一緒だったんですよ、すごっ、そう、ちょっと僕のツイートぜひ探してもらいたいんですけど、これ本当だったらもっとおじいちゃんとか、そうそうそう、メンバー試しました、男、女なんだったりとか、子供、赤ちゃんみたいなのも、ね、俺がめ全部してさ、全部してさんなのいやでも、ね、うん、このそのアプリのね、ハッシュタグもつけたら、これが僕の中で初めて普通のツイートで、あの、20件と40件、これ僕の中で多い方だったんで、みんな同じキャラ、まあ、どのステさん来ても、あ、あ、ステさんってなるでしょ、でも8人対戦でみんな同じキャラだ、そう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 色違い、色違い、ただあれですよ、これ先輩に乗っかってるだけなんで、うん、あんま良くないですね、そう、いや、だからステさんはバズるっていう僕の中で結構、ああ、まあ、ステセコさんの魅力は、これで今回はちょっと使わせてもらって、なるほど、これで、まあ、ステさん乗っかってるがマイナス1ポイントです、ね、そんなポイント差ありました、合計点で競うんだろうよ、まあ、確かに流行ってもステさんが流行ってることない、売れるのはステさんになっちゃうから、そっかそっか、はい、そういうことじゃないんだよね、そう、じゃあ、で、じゃあ、僕は、こちらです、これ、去年の僕の場合動画です、うん、マイクジャブ、え、あ、ごめんね
去年のディズニーランドの思い出ということで、動画なんですけど、どういう動画かっていうと、まあまあディズニーランドに行った入り口で傘が吹き飛んで、台風の日に行ったんで土砂降りになって雨に濡れたってだけの動画なんですけど、うん、まあこれなんでかっていうと、まずディズニーランドのツイートって基本バズってるんですみんな、うん、まあ、ディズニーって人気だから、うん、そうそう、でプラスでディズニーランド楽しかったよりもディズニーランドのマイナスなところをツイートすると結構伸びる、うーん、傾向にあって、それでツイートしました、はい、まあ、いいねとディズニーの感想まだ言えません、はいはい、以上です。じゃあいきます。あ、それもディズニー流行ったことになるけど、うん、なんならさっきの前田ちゃん言うなら、いやいや、だって僕がディズニーに乗っかってるからね、僕だってステさんをこうタグ付けしようとしたら見た、僕がやったやつだから。いやいや、前田良くないよそれ。いきなり弱い立場になるとお前ちゃんと生身で戦わなきゃ。じゃあボーヤに、エルマニエルボーヤに。エルマニエルボーヤ。いや僕はちっちゃ、まずちっちゃ、昔夢で見たことを書いたんですよ。見えます。昔夢で神様が現れて、この数字買えばナンバーズが当たるって言われて、まあまあ親父に言ったらもう買わなくていいと。で翌日の新聞見たら当たってたんですよ。まあ、金額で言えば100万ぐらい当たってたんですけど、どんどんと。でまあそれ以降僕の夢に神様が現れたことはないです。それなんなの？何の話これ？いやこれちゃんと練り込まれてますよ。いや練り、まあまあだから、お前が？いやこういうことかなと思ったの。いやでも趣旨はこういうこと。そう。いやだから最初あれだよね、ロビンソンズの北川さんの自殺止めたみたいな。それが例題にあったから、だからこういう感じのやつをするのかなと思ったの。いやでもこれロト6乗っかってるだけなんで、これ。いやもうそうじゃん、ロト6乗っかってますわ。それ言ったツイッターは全部話題に乗っかってるよ。もうやるのいいだろそれは。だからまあそれやって、いや一応書いたやつです。ただちょっとメンバー人気一番低いですよ。やめろやめろそういうこと言うの。だってルール上リツイートしないといけないのに、誰一人リツイートしたからね。メンバー、おい知り合いと思われる。メンバーおい。自殺止めたの説明しますか、まさきに。自殺止めたっていうのは、ロビンソンズ北沢さんが自殺者を目撃して、うん、その時に、自殺者と自殺者を止める人を目撃して、うん、その自殺をしようってしてる人が5000万借金があるから死にたいって言ってるのに、うん、止める人が俺は8000万あるんだって言って、8000万あるから俺より楽なんだから自殺すんなって言って自殺を止めたみたいなツイート、うん、でヒーローなのかクズなのか分かんないみたいな、それが話題になった。そうでもこれあってます、ヤフーニュースにもなったくらい。だからこれもヤフーニュースに載るかもしれない。載るか、載るわ、載るわけね、載るわ。でもこれでも結構ノートに一生懸命何回も書き直してました。裏事情は神様乗っかってますもんね。ああよくない、風報中乗っかってる。いいだろ神様乗っかっても。ハッシュタグ神様にしたら伸びた。ああ確かにね、ちょっとやばい。そんなことね、ちょっとやばいな、お前ら。俺のツイートに冷てえやつらだな。おい、よし、中澤行ってやれ。行きづれ、いや、行きづれ。僕はですね、こちらになりますね。はい、ちっちゃいんですよ。ちょっと見づらいかもしれないですけどね。ないからね。ちっちゃい。現在、ベイスターズのマスコットキャラクターは、右のホッシーくんでなく、左のスターマンです。スターマンの方がホッシーくんっぽく、ホッシーくんの方が、どっちがどっちかわかんねえ見た目です。今年はベイスターズが優勝するそうです。これ素晴らしい。これちょっと画像がちっちゃいんで見づらいと思うんですけど、ホッシー君とスターマンをちょっと分けたいですね。まずね、この2匹がいるんですけど、どっちがねホッシー君で、どっちがスターマン。正直どう見てもこっちがホッシー君、こっちがスターマンです。これどう見ても生身の体ですから。まあマンですよ。もうね0点です。こっちがホッシーくんです。そしてこっちがスターマン。え、まだ0点って0点とか正解とかで0数なんです。0点です。0点70点取るのか。0か100かしかないんだ。中澤ベスト0か100かしかない。正解不正解じゃない。もう今でも多分ベイスターズのイメージってこの、いやまだこれだと思ってました。このイメージしかないと思うんですよ。でも今はこっちの人だよ。いやね、スターマン。これ人なんすか。これスターマン。マンって言ってる。これマンだから。ハムスターみたいな。こっちがホッシー君、スターマンね。間違いないでくださいね。で、ちなみにどういう関係なんですか、この2人。一応、2012年ぐらいかなに、DNA ベスターズ、マイオカのベスターズが DNA ベスターズになった瞬間に、ホッシー君が解雇されまして。ホッシー君、これですかね。そう、ホッシー君ね、これ。これの代わりにマスコットキャラクター使えなきゃいけない。はい。となった時に、スターマンはホッシー君が飼ってるペットだそうです。
このすいません、ややこしいんだけど、ややこしいな。このホッシーくんが勝ってたスターマンが残って、今ベイスターズのマスコットキャラクターにスターマンがなってる。これがホッシー、これがホッシーくん、これがホッシーくん、これはホッシーくんじゃない、スターマン、これはスターマン、このホッシー、スターマン、これはがスターマン、ホッシーくん、ホッシーくん、はい、これはスターマン、違う違う違う、俺は間違えた、俺は間違えた、分かんない、本人が分かんない、俺スターマン、違う、ホッシーくん、もうダメじゃないですか、本人がダメじゃん、むずい、むずいけど、これめちゃめちゃ面白くないですか、これだから知らないでしょ、みんな、いや知らないっす、だから、そう、これをちょっとやっぱややこしい、面白いけど、言ったらこれはもう名前がまずもうおかしいですもんね。でそれ見た時にまあ流しながら見るじゃないですか、はい、分かりづらいから、だってちょっとよく読まないと理解できない、そう絶対勝ったと思った、はい、これ見た瞬間なんか野球ファンかなと思っちゃいました。確かによく聞けばああそうなんだ、はい、そう、いや本当そう、あれなんですよね、中澤さん昨日本当に、うん、あのバズらせるツイートを探すために、うん、新宿を歩いたらしいですけど、うん、結果横浜のことつぶやいてるっていう、そうそう、あの俺最初あのトランプ大統領の自伝を集めて、はい、積み重ねて、うん、トランプタワー作ろうと思ったんですよ。面白い、面白い、それがいいな、それがいいですよ。近くのブックオフ行ったらどこにもトランプの自伝売ってなくて、それ売ってないな。結果あのベイスターズの話にしました。新宿にはトランプタワー見たかったな。だからこれはねちょっとぜひ、はい、なるほど、ホッシー君、違う、スターマン、スターマンということですね、覚えてくださいね、難しい君ですね、いや、ホッシー君じゃない、あ、ちなみにあのこんなに熱い中澤さん、コント以外で初めて見た、まだ、これで熱いんですか、これ何だろう、ね、これで熱いんですか、だいぶぬるかったけどね、いやびっくりしますけど、激熱ですよ、激熱でした、熱圧頑張れ、嫌いだわ、はい、嫌いだわ、試合中だから、嫌いだわ、結構時間迫ってきました、そうそうそう、そっかそっかそっか、サクッと、いや僕は、いや普通にちょっとニュースまあではないですけど、ネットニュース、はい、僕これですね、昨年末ありがたいことにフジテレビ新しい波に選ばれて、あの公式ホームページの、あの回覧数が閲覧数がランキング化されてるんですよ、で僕たちはなんと、うん、まあ一応あの今で言うんですけど、1位はさくらまなさん、うん、まあ2万回ぐらい見られてるんですけど、うん、はい、でもまあテレビ出てるんで、あの結構僕たちもまあ1000は行くのかなと思いきや、スタッフさんに言われたのが7件最下位、テレビで7件あと僕たちの家族足しても多分7超えてないで家族も見てね、一番その投票してられてる人はどれぐらい見られてる、2万件、いや2万件の、あのさくらまなさんが2万件、さくらまなさんも入ってる、そうそうなんですよ、なんでまあ今年は M1 で頑張ろうっていうやつでちょっと画像も載せて、なるほど、はい、ちょっとポップにしました、いやこれもいいですよ、フジテレビで引っかかりますから、ね、あそうなんですよ、でそれを選んだのが、ね、フジテレビで引っかかりますし、新しい波っていうのに引っかかりますし、あと M1 っていうのに引っかかるので、これ鼻につかないですよね、テレビに出てるって言いながら、うん、はい、マイナスなマイナスほど言う、はい、これ素晴らしい、これ言ってるっていうので、ただ普通に恥ずかしいよね、はい、恥ずかしいんだ、そうなんですよ、送る時に恥ずかしいと思ったら一応魔法のあの J6 突撃浅いラボってつけたらなんか恥ずかしくなくなったんですよ魔法の、はい、企画ですよ企画ですよっていう魔法のお言葉を、はい、つけると恥ずかしくなかったんで、魔法だな、はい、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ僕はね、まあ皆さんそんな感じですよね、あまあまあそれぐらいでしょう、はい、本当に、はい、本当にそのこの企画を始めるって時に、うん、マジで自分の中で個人的ニュースがあったんで、あ、はい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 、あそれをじゃあ、つぶやく、なるほどね、はいはいはい、がこちらです、何ですか、はいはい、函館記念当たった90万ゲットはぁ、そこでリツイートといいねをしてくれた方に、こっからが問題だぞここからが問題だぞ1万円プレゼントします、嘘つけおい、当選発表は J6 の突撃浅いラボで発表しまーすということで、ちょっと待ってください、言いたいことが山ほどあります、山ほどあります、山ほどあります、
まず金で釣ってんじゃねえかよ、おい、おいよ、おいよ、勝てるわけじゃない、趣旨が、いやでもこれ本当に、いや、リツイート数買ってるようなもんだから、そう、そう、かわしてるもんでしょ、本当のニュース、俺が当てたんだから、いや、まあまあ今回バズるっていう企画を立てる上では間違ってはないですけど、でも確かに、ただなんかベクトルが違うんだよな、そうそうそう、違う、なんかジャンルが違う、そう、そう、だったらまゆちゃんだってなんかね、あの男性ホルモン差し上げますとか。ね、あねあね、それ僕は、石本が、石本はギターあげますとか。松下さんは、うん、なんかあのダサいピンクのシャツあげますとか。あ、なるほどね。はい。すごい。なるほどさ。つけられて。誰かじゃあ突っ込むよちゃんと。やればよかった。突っ込めれだれば。ればよかった。いやりました。ダサいと思う。いやこれすごい。はい。これはちょっと審議ですよ。90万純粋にすげえっていうのも。あ、でも皆さん何かに乗っかってます。はい、あります。で、なんと集計出てます。うわ。あ、出た。出た。すみません、時間の都合上22時40分の段階で前田さんいいですかそれで。はい。の段階で、はい、発表しも発表していいか、まゆちゃん、ね、短くないしね、はい、お願いします、はい、ちなみに罰ゲームは、何でしたっけ、罰ゲームは、じゃあお笑い論を熱く語るツイートをハッシュタグなしで、つぶやく、うん、はず、うわ、はず、一番嫌だわ、はず、じゃあうわ、魔法の言葉 J6 もなし、でそれがバズる可能性もありますね。ちゃんとバズるかもしれない名言を言ってほしい、ま、それもそれで恥ずいな。え、名言、名言ですか、名言というか、お笑い論、ね、お笑い論、はい、そうそうそう、お願いします、じゃあ、お願いします、1位からでいい、はい、うん、1位だけ、ね、じゃあ、まずは1位は、うん、リツイート89獲得、うん、誰だ、いいね、99獲得、合計188ポイント、俺か、俺か、すごい、誰、真面目にマフィン知念そうだろ、そうだろ、じゃねえよ、当たり前、アイドルみたいな、だって抽選で1万円あげるって言ったらみんなやるでしょそんなのあともう途中経過で死ぬほどさついてたんだよ、嘘、アイドルじゃん、アイドルみたいな、いや、あの総選挙じゃない、総選挙じゃないよ、あの総選挙じゃない、悪い、違うよ、嫌いやわ、あの、あとここで新しいの判明したんですけど、知念が今までツイートしてきた中で一番一番ですから、すげえじゃん、もう金の力すごい、はい、みんな金好きだな、じゃあ、みんな2位いきます、まあ、2位からはあんまどうでもいいので流していいです、はい、2位、ペッパーボーズ石本リツイート9、いいね11、20、はい、いや、急にこんなに差ある、落差がすごい、170から9、10、20、急にそこそこすごいのに、じゃあいきます、3位、3位、真面目なふうに千葉県、おお、10リツイート、8いいね、18ポイント、あー、やばいやばい、観覧数超えたよ、これで観覧数超えた、観覧数超えた、ありがとうございます、やったありがとうございます、やった、4位ペッパーボーイズ前田、あー、危ない、7いいね、8リツイート、15ポイント、おお、はい、じゃあ今残ってる人、はい、百楽門、百楽門さん、これじゃねえかよ、ちょっと運命の、意外ですね、運命の、さすがに自信あるよ俺、いや俺もあるよ、だってこんなには勝てるでしょ、じゃあツイート数の差言ってください、わかりました、ツイート数は3ポイント差しかないです、おー、何対何、何対何、何対何、もう言っちゃってください、10対7です、10対7、悲しいわもうちなみにこれ僕らのメンバー入れてますからね、あ、入れて、あ、入れて、そうだ、ほぼほぼゼロ、ほぼゼロ、すげえ、じゃあ、ね、逆にあえて抜きましょう、この、4メンバー4人か、1、2、3、4、5、あ、5、5、5、数、5抜いたら、抜いたら、自分、抜いたら、2対5、2対、ね、2対3、2対3、接戦だよ、じゃあ、いきますね、いいサッカーの試合だわ、じゃあ最下位発表しますね、はい、最下位は百楽門、どっち、松下、やばーこれは良かった、ゴールは合理ツイート2、合理ツイートって僕たち5だけじゃん、で、2、2だか2、いや仕方ないですよ、百楽門の中澤、すっげーもう一回読み上げてもらっていいですかこれ、はい、いや昔夢であの神様が現れてこの数字ナンバーズ買えば当たるって言われて、で親父に話したら当たるかっ って買わなかったので、翌日の新聞見て思いっきり100万ぐらいの当たってて、それ以降神様が僕の夢に現れたことはないです、そりゃしたくねえわ、いいね、に、そりゃしたくねえわ、じゃあ松下さんには放送終了後にお笑いを熱く語るツイートをやってもらいましょう、まあまあまあ、で僕らはリツイートしますか、じゃあ
どうします、まあ、それも見て判断しましょう。ちょっと判断しましょう。普通に長く判断しましょう。お願いします。はいはい。だ あれどうするんですかあれ。そうですね。で僕ツイートで、あの本当に抽選するって言ったんで、抽選しますじゃん。はい。もう、あと1分やばいじゃん。刺さってやろう。刺さっと。できます？できる？ですね、じゃあやばいやばい。終了後にツイッターで言う？終了後にツイッターでいいじゃない？でもなんかね。じゃあ順番があるんで、じゃあもう好きな数字をあと1分言いましょう。あと1分。じゃあ本当にツイッターでツイートしてくれた順で数えて何番目っていうのをやります。はい、はい、この9時のアプリで。なんかアプリがあるんですね。何件でしたっけ今？90？ やば、あと40秒。あと40秒。じゃあ99。はい、89リツイートだ。ごめんなさい。89。だってツイート、あとリツイートっていいねがあるもんだって。やばい、あと30秒。いける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 。いけ89。いけ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 。待ってください待ってください。僕らが決めてもいいよ。89のセット。じゃあここで出た数、この下から数えて何番目かいきますよ。はい、この人に1万円あげますよ。はい、いきます。あ、ドン。57番目。無理誰誰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